はい、トムさんプロスプです。前回で、ね、事務戦をクリアしたので、今回はその続きですね。そうですね、もう多分もうそろそろ大番戦があると思うんですけど、そうだな、勝てるかな大番戦。まあとりあえず回復していくしかないかな。なんか確かにここら辺でライバル戦が始まるんだよな。あ、来たらドーン。相変わらずこいつはぶつかってくるんだよな。次のやめてもらえる白体シリのポケモンで、白体シリ行けばいいんだな、とりあえず。床の方行ったけど自転車がない、当然、まだ200ラーバンロードが自転車がいる。あ、ほら、10、9。やんちゃな。あ、ライバル戦ではないんだ。次は白体市に行けばいいんだな、とりあえず。よし、行くか。うわぁ、なんか、イベントがある。お、バスが良いところに来てな。このおかしな連中がよくわからないこと言って、あ、銀カラー初めてじゃん。これは困ったわけではありません。我々はお仕事してお話しているんです。あなた、我々研究の成果を起こしなさい。そうしないと、あなたは痛い目に合わせます。どうする、一緒に戦ってくれるかい。ああ、ここね。じゃあ、とりあえず、研究の成果を、まあ、奪おうとして戦うってことが。おお、まあ悪のポケモンって言ったらズバッとだよな。ヒコザラポッチャマ。あ、だから後期はヒコザラ持ってんのか。そうだったらそういや。それでどうするか。まあ水鉄砲でいいか、普通に。でもこれはね、まあ普通に勝てるさすがに。あ、そうか、ケムストをすっちり倒すんだ。一発か。効果抜群だと一発で倒せるんだな。あれ、ここで経験値入るのは美味しい。あー、二日に、当倍だと一発はいかんか。まだ余裕だな。さすがに、まあ、最初下っ端ってだけある。で、まあ、これで、ズバッとも倒れると。よし。弱すぎないか、さすがに。もう、最初の、敵は作戦失敗です。最初の方のさ、隣だって弱すぎるんだよな、いくらあんでも。ノックスしてなんかむちゃくちゃ強そうな雰囲気出してくるからな。何なんだろうな、あれ。他の進化するとエネルギーしらのエネルギーを出しているのかもしれん。それは一人はどうにもできるシンプルの力だろうな。なので銀河団はそれを使って何かを知っていようとしていたようだ。それにしてはプロス、なかなかの戦いぶりだったぞ。力を合わせたがポケモンと対談、お前にポケモンと戦う正解だった。プロスプレ、博士はポケモン進化について研究しているんだ。なんでも博士の研究だとポケモンの 90% は進化に関係するだって。ポケモンの 90% は進化に関係する。へぇ。ポケモンの 90%? そんないるか、進化に関係するポケモン。あ、なんか来た。お兄さん、偉い格好してあったけど、コテンパンにしてたら、うち本番胸がスカーってしたね。うちのこの先でお探しにパソコン管理したりして、水木言うんねんけど、いいもん見せてもらった終わりに、あんたのポケモンボックスに、どこからでもアクセスできるよう、してあげるわ。それと、このボールカプセルをあんたにプレゼントするわ。ボールカプセル?あ、これあれか、ボールデコレーションするやつか。へぇ。綺麗に弾けんね。あと、内側入りを探しているスーパーコンテスト賞でもシールを貼ったり、有利なんか頑張って始めてよ。ほならまたね。まあ、この、そうだな。あと、ボックスがどこからでもいけな、これ。そりゃ、嬉しいな。まあ、いないんだけど。いないんだけどね、皇帝以外。皇帝以外何も捕まえないから、いないんだけど、そりゃ。まあまあ。まあ、ボールデコはまあ、そうだな、コンテストやるときに行こっかな。コンテストはまたやるから。よし、白体していくか。あ、そうか、だから、この、前回砕けなかったけど、黒金市を攻略したから、まあ、こうやって砕けねえなってことか。野生のビッパが弱気な気を使って助けてくれた。何これ、意味わかんないんだよな。ビッパ。そうか、それあったらなんか、これ。なんか今回のポケモンは何でか知らんけど、なんか秀技全部一派がやるみたいな。謎だよな。普通に謎なんだよな。ポケッチの機能なんだけど、この秀技は。なんか一派が全部やるんだよね。何でか知らんけど。だからまあ、ダイパワーの原作では、一派が秘伝要員としてめちゃくちゃ活躍しとったんかな。あ、そのオタン、あ、白体シティ直接行かなきゃいけないのか。これは時間かかりそうだな。びっくりした。そうか。あー、なんか、書いてあったな、そういや。
ちょっと待ってくれ。ダメだ、それは。そうだったら、なんか、剣盾を遊んでると、ジラッチがもらえるみたいな、そういうのあったけど。いや、それはダメだって、なんで、ポッチョマイが捕まっちゃうのだもん、これ。え、どうしよう。リセットするしかない。あ、よかった。ここがなんだ。ポケモンセンターに自動レポートとかあんのか、これ。さっきさ、そのあたりについて、なんかさ、ポケセン行った後にこの人に話しかけたんだけどさ、こいつは突然ジラーチを押し付けてきて。そう、いや、あのさ、ポッチャマイヤーに捕まっちゃかんなった、この実況。危ない、もうジラーチのせいで。危なかった、今。すぐリセットしなかったら、なんかオートセーブとかあったかもしれん。危ねえ。まあでも、こっから始まってよかったわ。また、やり直さってかったら、ちょっとめんどくさいから、よかったよかった。ソロタウンって何やればいいんだ？何やいいんだろう、ソロタウンって。ちょっと待って。わからん。適当にやるか、とりあえず。花畑に行きたいのに銀河団とかいう素敵ファッションのやつだが、この先、花を越えたところの花畑に行っちゃったんだ。あー、花畑に行けばいいのかな、とりあえず。素敵ファッション。なんかあったよね、あれ、銀河団のさ、なんか募集 CM みたいなのあったけどさ、あれ、素敵ファッションなのか。あ、おったおった銀河団。我々銀河団が花畑で仕事。なんだかかっこよくないよな。それ言うな。それも仕事だ。だけど虫タイプや草タイプの方が苦手。やっぱり入るの嫌だな。あれ、行けないのか、これ。どこ行けいいんだ、マジで。お、コラック浄土。ああ、これ使うと木の実が植えれるようになるのか。へえ。この木の実植えれる量さ、結構でかいんじゃないか。木の実が去って多くの木の実を作る。そうすることでどんどん木の実が増えていくの。頭よかったら木の実を増やしていって。七種の実。七種の実、なんだろう。ほんで、シエルと木の実交換しましょう。いや、これやめとこう。木の実か。回復アイテムとしてどうなんだろうな。でも、使えるときはありそう。なるほど。こういう感じで、ここに木の実を埋めるってやって、こうやって埋めれるのか。そんで、埋めた場所に、さっきもらったコラック浄土を使うと。おー、なるほどね。まあ、これ木の実が育てられると。ちょっとこれはこまめに育てときたいね。いざとなったら必要になるかもしんないから。なになになに？ねえねえ、トレーナーさん、私のパパを、ね、呼んできてほしいの。発電所で働いているけど、宇宙人みたいな人に一番されていて、入れてもらえない。おい、素敵ファッション、宇宙人って言われたぞ、お前だ。ああ、やっぱりここ行けないのか。今、白帝の森は我々銀河団が調査をしている。これ以上は誰も通しません。調査といっても、そのタウンの奥の花畑で、ポケモンを捕まえているとか、発電所のエネルギーに何かをするとか、あとには関係ないのです。なんで言うのかな、こいつは。いけねえじゃん。え、どこ行きゃいいんだ。また花畑に戻ればいいのかな。あ、花畑開いてるわ。これで花畑行って、あ、いたいで、銀河だ。さあ、ラバタ、甘い蜜を全部よこせ。そうだ、銀河だ、たくさんのポケモンをおびき寄せるために、これを必要としている。おい、なんか家でどうする？うむ、誰かを呼ばれると面倒だ。前、コテッパにすればいいだけはしだろ。もう、発想がでっかいの悪の組織なんだよな。なんだよな、この、なんかな、むちゃくちゃまともな組織っぽい外見のはずなんだけどな、銀河なんて。なんか、働いてるやつとみんな完全に悪の組織なんだよな。でもな、こいつが、法廷がね、レベル上げしてる途中でつつく覚えたから、虫タイプ使えばだいぶ楽になったな。あ、一発だもん、一発。この子の強いぞ。すごい強い。なんて言うか強い。語彙力。あれこれ、なんだ、あいつらの専門かな？発電所機でやって、うん、発電所の鍵だね。うん、のレーズ君になった証拠ね。あー、なるほど。え？まあ別に、別に発電所機、お入り渡す必要ないんじゃないかって思うんだけど。甘い蜜。あー、これ甘い蜜もらえるんだ。その甘い蜜が甘い香りする気に塗ればポケモンがやってくるかもね。使えないんだよな。ポッチャも1匹だけだから。今気づいたけど感動したわ、これ。テレビにちゃんと画面が映ってるんだ。やばいよ、テレビってさ、DS とかのテレビって何も映ってなかったじゃん。なんか、音が出るだけで。これちゃんと画面が映ってるんだ。すげえ。ああ。ちゃんと内容に合った画面になってるね。木の実の、番組やった木の実画面になる。すごいな、これ。感動だわ。あ、ここか。分かった、今分かった、やっと分かった。いや、こいつにさ、
お姉ちゃんさ、発電所パパ呼んできてって言われたけどさ、何のことかなって思ってんだけど。でもここさ、勝手になんか行き止めると思ってたけどさ、よく見たらここに一マス分だけ道があんのか。わかりにくいな。あ、痛い痛い痛いし。まあ、ここは発電所だな。それではさっき拾ったカードキー使って、発電所に入るなよ。銀河の仲間以外誰も入るなって命令されてるんだからさ、なんでそこから入りたそうなんだったら俺と勝負してみろ。喧嘩早いな、銀河な。もう少しさ、なんだっけ、だって銀河なんてさ、外面上は結構まとも組織を取り作ったらってるはずなのにさ、なんか、むちゃくちゃゴロつきじゃん。考え方が。なんなんだろうな、これ。よし、倒したからこれで入れるのか。一旦回復して。ガチャに。うわぁ、こいつカード奪えたこと知らないんだな。で、あいつら、何やってんだよ。カード落としたこと気づいてないのか、あの人たち。あの品かな。やばすぎんだろ、それ。まあ、さっきとあいつはまあ、カードがないから入れないな、ははーって言ってたけど、まあ、さっき拾ったんで入れますよ、と。うわぁ。どんな気持ちなんだろうな、こいつ。どんな気持ちな、お前は。え？うん、まあ、とりあえず、ここで適当に探索して、倒していく感じか。おっ、来たな、これが、進化が。おい、コンテレースが。て、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 て。いや、おい、これであと何回やればいいんだろう。連動にする前にこれを何回やればいいんだよ、俺だと。ポッチャマはね、進化できませんからね、このシリーズでは。いやー、何回やればいいんだろうな。お、この人はじゃあ、キングアーの幹部じゃない？私、キングアーに3人の幹部の1人。今よりも素敵な世界を作り出すため、いろいろ頑張ってるのになかなか理解されないよね。あなたも分かってくれないでしょ？ちょっと悲しいけどね。だから、ポケモン紹介どうするか決めましょう。私が勝ったらあなたが出ていく。その代わりあなたが勝ったら私銀河団が消えるわ。いいんかそれで。いいんか。銀河団、いいんかそれで。よくわかんないよそれ。この世界で起きたポケモン勝負って何なんだろうな。なんか何でもポケモン勝負で決めようとしてるんじゃないかっていう。何なんだろうなこれ。ポケモントレーナー目があったらポケモン勝負してくるしな。トンボ帰り、そんな技覚えてんの。結構入るなぁ。いやぁ、幹部となるとそれがちょっと強いか。いや、でも今結構ね、やっぱり皇帝はさ、道中とか全部倒して結構デベレベルと、あぁ、進化系のポケモンが出てきた。え？ちょっと待って。え？やばいって。は？やばい。嘘でしょ？なにこのダメージ。え？は？やばい。ちょっと待って。とりあえず暴れで攻撃力下げよう、一回。なんでその見た目で猫魂を持ちすぎよ。ちょっと待って、やばい。こいつやばい。マジでやばい。え？無理じゃん、これ。どうすんの？え？やばいって。とりあえず普通に戦って一旦負けよう。え？やば。え？どう？え？やばいって。こんな序盤で。やばい。ちょっと待って、これむちゃくちゃやばいぞ。さっそく聞くくらいまでの可能性が出てきた。ちょっと今度はちょっとレポートを書いて、まあ、リセマの準備をしてからやるか。マジでやばいぞ、あいつ。傷薬、まあ、使ってなんとかするしかないよな、あれは。ちょっと待って、こいつマジでやばいわ。え？早速ポッチャマと同じデメだしな。おかしいよ、ゲームバランスだって。道中で全部倒して最高レベルとさ、同じレベルのやつが敵に出てくるとおかしくないか。おかしいって絶対。無理だって、それは。さあ、とりあえずここは、まあ、多分相手はズバッとお外に出して、トンボ返りをしてくるんだよ。さっきトンボ返りしてきたから、トンボ返り読み甘える。
よし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 。トンボ帰りを一回食らって、んで、まあ、ブレットの、まあ、次ブレットの、まあ、攻撃力を2段階下げると。でも、甘えで覚えたらマジででかいな。まあ、これで攻撃力が2段階下がるでしょ？それであとは水鉄砲を連打する。甘えでもう一回やった方がいいのかな。どうせ多分次は猫騙しなんだけど。でも甘えでもう一回やった方がいいや、多分。甘えでももう一回打って、どっちが早いんだ、これ。ブリアットとポケット待って。あ、でも向こうの方が早いのか。あ、ゾドボ。これはラッキー。うん、ゾドボは多分タイプ1じゃないから、うん、これでブリアットの攻撃だから4段階下がる。4段階下がると3分の1になるから、3分の1は4分の1。ちょっと待って、4段階って何分の1だ。4段階は3分の1か。だからここまで甘いのを入れるとなかなか入らないはず、攻撃が。あー、大丈夫、鳴き声大丈夫。よし、よし、バカ AI、バカ AI。そう、AI に対してはこれが強い。工程は水鉄砲だから、鳴き声は入らない。いけそうな、なんか傷口使わなくてもいけるんじゃないか。せっかく、どんぐらい入るかな、これ。あ、全然入らんわ。やっぱり甘いの2回入ると全然入らん。あと3回当てれば勝てるな。殴り合い。あー、でもこっちの方が早く倒れそうだな。傷口に使うか。へぇー。木の実持たしてんの。マジか。ちょっと待って、ほっかきだな。これは傷口に使うしかないか。まあ別に傷口に1個ぐらい使ったところでどうってことはないから。まあいいでしょ、これは。この傷薬は別に大丈夫。まあこれ傷薬に使って、これ引っかく、甘いの入ってるから全然入らない、そんでまあ水鉄砲で倒していくと。うわぁ、でも甘いのなかったらマジでやばいよな、これ。は？嘘じゃん。とりあえずズマットがね、トンボ帰りを初手でやってくれないパターンがあって、まあそのパターンに来たらまあとりあえずリセットする。まあそうしないとブリアットに甘いのを無償で当てるってことはできないから。まあそれで甘いのをブリアットでやってた後に、まあ猫騙しは来るんだけど、まあそこはひるんで、甘いのはね多分2回やってた方がいい。2回っていうか3回。マックスまで攻撃力を下げた方がいい。どうせさ、ブリアットの後ろにズバッとかまあ残ってるから、ある程度ポッチャムの回復を、した状態でズバッとにタイムエスさえできないんだって。そう考えると、あーもう、あ、超音波。これはダッキーだな。あ、これはめちゃくちゃいい。やばい、一番いいパターン来た。じゃあ、この相手が超音波をしてくるパターンがあるんだけど、まあ、どうせトンボ帰りのダメージを食らうわけだよ、ここで。だけど、それで、超音波で混乱せずに、こっちが、ズバッとの攻撃力を下げてトンボ帰りのダメージを減らすっていうのは、今まで一番いいパターンだ。いいね、いいね。はい、これで甘えるレス、ブラッドの攻撃を下げていく。ちょっと AC がちょっとでも多い方がね、やっぱ楽だから。甘えるをね、3回やることで攻撃力がマックスまで下がるんだって。まあ、それで、マックスまで下げた状態だと、傷薬で、攻撃に対して回復が簡単に追いつくから、まあ、それで、ポッチャマの HC を回復させた状態で、ブレットを倒して、その後にズバットもすぐ倒していくっていう、そういうこともできる。これで3回だよな。一角。やっぱ全然食らわんな。3回やると、攻撃力が4分の1になるから、マジ全然食らわん。急所さえ引かなきゃ大丈夫。急所って意外と出るんだよな、っていう。マジで食らわんわ。急所でなかったら全然食らわん。私も今日何するのさ。すげえ、攻撃したのは初めてだった。結構戦闘進んでないけど、攻撃したのは初めてだった。もう一回耐えるな、急所でなければ。まあ、急所はね、考慮しちゃうとね、あんまり、ちょっとね、急所攻撃をしながら動くと傷口に無駄に使うことになるから。いや、まあ、どのレベルで攻撃しても一緒って一緒なんだよな。じゃあもう、使った方がいいのか、傷口。
まあ、これら辺で傷薬を2個使って、ポッチャマの HP 回復した後に水鉄砲で倒していく。28。ドドモはどんぐらい食らう？ああ、まあ、引っかくもドドモも同じダメージなのか。タイプ1だから引っかくのが食らうかなと思ったけど、そうでもない感じだな、これ。まあ、これで HP がほぼ満タンになる。引っかくも4ダメージだもんな。うん。多分、あと水鉄砲4回かな。まあ、4回だとまあ、416で、今40ダメージだから、24か。まあ、24残ってたら、ズバッター倒せるでしょ。3回で倒せないから、水鉄砲3回でいけるよ、これ。あ、急所来た。いいね。急所あれ、相手にやられるとむちゃくちゃうざいけど、こっちがやった分には全然いい。これ倒れんから、あー、まっすぐに無理か。まあ、もう一回水鉄砲で、ムリャット倒して、まあ、28残ってたらズバッとはいけるでしょ。レベルもこっちより低いし、まあ、ズバッと自体がそんなに強いポケモンじゃないから、余裕のはず。おー、レベル17、だいぶ上がったな。やっぱね、結構強い相手をね、一人で倒すと結構レベルが上がるから。レベルも上がったし、まあ、いけるでしょ。これで水鉄砲どんぐらい食らう？あー、半分はいかんか。この超音波運ゲーを、まあ、制せるかどうかだな。混乱してほしくない。混乱すんな、混乱すんな、混乱すんな。あれ、向こうが先制した？向こうが先制するパターンもあるのか。よし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 。動いた動いた。まあ、あと一回だな。まあ、あと一回水鉄砲当てれば終わりか。よーし。これで終わりと。甘えるが強い。甘えるなかったら結構やばかった。いや、マジで甘えるサワサワだわ。まさか負けなんて生意気な子供で。なんだろうな、悪の組織って子供にやれないことに対してさ、妙に、むちゃくちゃ嫌がるんだよな。おや、コンテニュースが？変わりません。なんかやるんだろうな、これ。ま、いっか。あなたのポケモン勝負。割と面白かったし。あ、なんか、じゃあ私としてまずバイバイしちゃうから。なんかいいキャラしてるな。銀河団。てか、ポケモンエネルギー、あ、こいつ銀河団じゃないんだ。エネルギーが取れる。宇宙を突き出すと言って、まるっきり意味不明でした。それとも、君には感謝の気持ちでいっぱいやっと娘に会える。あ、あの子か。パパー、あ、臭い、シャワーしなさい。いやー、無理やり働かせてからね。トレーナーさんありがとう。変な人はいなかったから、風船のポケモンさん、また来てくれるよね。あー、不安定かな。なんかあるよね、これ。なんだっけ、毎週木曜日に不安定が、いるイベントみたいな。まあ、この実況は関係ないんだけど。この実況には関係ないんだよな。捕まえられないから、ポッチャマ以外。まあ、キリーンで今回はこんなもんにしときましょうかね。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また、今度